と言って、昨日も間違ってたじゃない。でもいるよ、いるよ。壊れちゃったのかな。いるよ。僕たちの計画を邪魔しようって言うから、どんな奴か見てたけど、結構気に入っちゃったよ。僕の名前はキッシュ。とりあえずごちそうさま。あ、私の今日は挨拶だけにしておくよ。あ、やだけど。また会えたね、ハニー。あんたは、あの時はごちそうさま。でも、今日はもっとお腹いっぱいにさせてもらうよ。何固まってんの？あ、そうか。そんなに良かったんだ、僕の傷。ならもう一回しとく？ふざけんな！するわけないでしょ！うっそ！相変わらずおてんばなんだから。あんた、一体何者なの？言ったろ、僕の名前はキッシュ。あのクラゲ！行くよ。君の力試させてもらう。キッシュ！イチゴみたいな子が5人になったら面倒だからね。でも1人ずつなら難しいことじゃない。あ、イチゴは殺さないよ。僕の大事なおもちゃだからね。無駄だよ。変身してない時の君の力じゃどうにもできない。さあ、藤原さくんも今は変身できない。女から摩擦してこい。キッシュ、あなたの仕業だったのね。いや、イチゴじゃないか。こんな時にこうしてまた会えるなんて、僕たち2人は。うるさい、よくも毎回飽きもせずに悪いことしてくれちゃって。お礼にたっぷり。下半身じゃなかった。今日はあなたの相手なんかしてる暇ないの。どきなさいよね。ダメだね、東京は今日死ぬんだよ。イチゴ、君はせめて僕の手で天国へ行かせてあげるよ。それが最後の手向けさ。何今の？遅いよ。おしまい。さよなら、ミュウイチゴ。すごい、すごい、すごい。ねえイチゴ、やっぱ君すごいよ。感動しちゃった。本気の僕に一撃を食らわすなんて。そうだ、こうしよう。僕が君だけは助けてもらえるようにお願いしてあげるよ。一緒に行こう。いいだろう、イチゴ。なんだよ、いいところ。さあ、イチゴ。さあ。何？イチゴ。イチゴってば。ストロベリー。またね、子猫ちゃん。やめてやってもいいぜ、条件付きでね。何？あなた、何が目的なの？だからいつも言ってるじゃないか。僕のものになれ。そうすれば、特別にその人間を助けてあげてもいいんだけど。揉め事。キッシュ。お、反応している。これか。どうして？キッシュ、月子さんを離しなさい。でっか。
あっけなく手に入っちゃったな。こいつはもらっていくよ。じゃあね、イチゴ。待て！うわあ！おやおや、イチゴの方からキスのおねだりかい？ふざけないで！ふざけてんの！やっと来たね。ま、女の子はデート前のお着替えに時間がかかるものらしいから許してあげる。どう？高いところって気持ちいいよね。ほんと、気持ちいいのだ。なんだかお尻がムズムズしませんか？今はそんなこと言っている場合じゃなくてよ。いやいや、キッシュ、その前は浮かさせないわ。本日は地球の未来にご奉仕するにゃ。マジかなんだ。携帯は切っとかなきゃね。あとはお前次第だ。逃げるのか？ふん、どっちにしてももう終わりだ。イチゴの大事な人間も東京は全て。させない、うん、させない。そんなこと絶対に、絶対に。みんな頑張るね。バリアなんかじゃもう止められないのに。これが最後のチャンスだよ。早かったね、子猫ちゃん。あんまりせっかちなのは好きじゃないな。うるさい。あたし今日は忙しいんだからね。ちゃっとと終わらせにちゃかんと帰っちゃうんだから。わかんないな。どうして毎度毎度そう人間の味方をするんだい。何言ってんのよ。あんたたちがあたしたち人間を滅ぼそうとするから。あたしたち人間？バカ言っちゃいけない。何よ。気づいてないとは言わせないよ。君たちはもう人間よりは僕らに近いところにいるんだ。人間には君たちの気持ちは伝わらない。いくら頑張っても人間どもは迷惑だって言うさ。だから何度も言ってるだろ、僕と一緒に。バカにしないで。そんなの関係ない。やるって決めたんだ。来たぞ。あったり。高エネルギー反応、ミュウイチゴと共鳴しています。しまった。やつらの狙いは絶対守るって決めたんだ。見返り欲しがってて後方しかできるか。おお、まさしく魅惑だ。見事だな、キッシュ。こちらの狙い通りだ。ほんとほんと、褒めてやるよ。どうした、キッシュ。イチゴ、どうして分かってくれないんだ。貴様、本気で。まあ、あとどれくらい持つかな。やめて。悪いのは人間だよ。この星はもともと僕たちのものだったのに、何万年も夢見てきたんだ。緑と水のきれいな宝石みたいなこの星に帰ってくる日を。だからどんなひどい環境にも負けず、ただ地球に帰ってくることだけを夢見て、今も僕たちの仲間はひどい環境の星で耐えているんだ。僕たちどんなひどい環境にも負けず、ただ地球に帰ってくることだけを夢見て、今も僕たちの仲間はひどい環境の星で耐えているんだ。僕たちはこんな汚れた星に帰ってくるために夢見てきたんじゃない。みんな危ない危ない。ダメです。もうすぐニューアクアが臨界点を突破します。イチゴ、何度でも言うよ、この星は僕たちのものなんだ。僕たちから見れば
地球人こそエイリアンなんだ。だからどうした？何だと？甘ったれるな。俺の親父とお袋はそのお前たちの仲間キメラアニマに殺された。お前たちが母性の仲間を思うのと同様、俺たちにだって仲間がいて家族がいる。地球人だろうがエイリアンだろうが、愛するものを失っていいはずがない。だから俺たちは戦う。愛するものを守るために、そのため。リバースラベリー殺害させるか。そうはいかないよ。来るがよい。受けて立つ。もう一度。甘いな。イチゴ、これで気を失ったら君だけは僕が連れて行ってあげるよ。そりゃ避けられない。イチゴ、あいつのせいだ。何もかもうまくいかなくなったのはあいつのせいなんだ。イチゴ、東京ミュウミュウ勝負。何？お前こいつを壊すのは僕だ。イチゴ、起きろ。起きて僕を見ろ。さあ起きて僕を見ろ。起きてこの僕を見つめろ。バカな。イチゴが目覚めるわ。今よ。なのだ。決戦。イチゴ。ミューニュースラベリー、メタモルフォー。ビフォーミストエコー。大丈夫。まだ敵は残ってるわよ。く、予想外の展開だ。あいつの強い感情がミューイチゴを起こしてしまうとは。イチゴ、選びなよ。僕のものになるか、それとも壊れるか。なんですって？お前が生き残るには僕のものになるしかないのさ。バカなこと言わないで。言うこと聞けよ。畜生、畜生、騎士。なんでなんでイチゴは僕の思い通りにならないんだよ。なんでイチゴは。生まれて初めて自分で作ったよ。子猫ちゃん、初めて会ったのもここだよね。ちょっと太ったんじゃない？いや、相変わらず気が強いな。何しに来たの？何よ。お前を迎えに来た。残念でした。一緒に行こう、イチゴ。嫌よ。いいから来い。嫌だと言ってもダメだ。僕はお前を連れて行くと決めたんだ。わざわざ迎えに来てやったんだ。一緒に来い。嫌よ。私大事な待ち合わせがあるの。あんたに付き合ってる暇なんてない。逆らうことは許さない。僕はお前を連れて行く。来るんだイチゴ、一緒に行こう。さあ。いや、なぜ僕の言う通りにしない。なんで私があんたの言うことなんか聞かなきゃなんないのよ。なんでって。
ほう。せっかく迎えに来たんだ。一緒に行こう。二人だけで、誰もいない、戦いもない世界へ。何？何なの、キッシュ。何を言ってるの？それが一番なんだ。僕には、それしかないんだ。わからない。何言ってるのかわかんないよ。行こう。ダダをこねないで。イチゴなら分かってくれるよね。一緒に来てくれるだろう。これだけ言ってもわからないのか。来い、来るんだイチゴ。できない、そんなことできないよキッシュ。だって私は青山くんのところへ行きたい。私には青山くんしか見えないから。まだあんな人間のことをどうしても行かないというのか。来ないというならお前を殺す。預かっとくよ。イチゴ！青山くん！来たか邪魔者。青山くん逃げて！ここにいたら危険よ！イチゴ、僕は逃げない。逃げるためにここに来たんじゃない。お望みなら突き落としてやる。地獄へな！騎手やめて！青山くん、お願いだから逃げて！不思議と怖くないんだ。僕はイチゴを守りたい。黙れ！イチゴは僕のものだ！逃げて！うわっ！青山くん！くそ！イチゴを傷つける者は許さない。この命に変えても。どうしてお前は僕の邪魔ばかりする。なぜ僕から何もかも奪う。そんな目で見るな。お前さえいなければ、お前さえ、お前だけは許されていく。そうはさせない。ちっ、ですわね。まだだ、まだ僕は潰れちゃいない。イチゴは僕のものだ。青山くん！青山くんですって。確かに今青の騎士は青山くんって。どういうことなのだ。助けましょう。待て。イチゴが僕と来ないというなら、ここで一緒に死ぬまでだ。だがその前に、お前だけは！やめてキッシュ！離せ！やめてよ、お願い！邪魔をするな！とどめだ。失せろ、青の騎士！あんたと一緒じゃいけない。
一人で行くよ。僕一人で空回りしちゃってさ、なんかカッコ悪いよな。いちご、バイバイ。ああ。連れて行こう、こいつを。え？今はダメでも、スピリッツを取り出す方法は必ずあるはずだよ。母性を救うんだ。タルト。青山くん！イチゴ。触らないで。何？青山くんに触らないでって言ってるでしょ！青山くん！触れさせません！お待ちください、ディープブルーさん。騎士？なんだ、役立たずめが。失せろ！ディープブルー様、これまでの数々の無礼、深くお詫びいたします。騎士？せめてもの罪滅ぼしに、この地球人を始末してご覧に入れましょう。どうぞ矛をお納めください。地球人などあなた様のお手を煩わせるまでもありません。我に許しを請うというのか。はい、この星は全てディープブルー様のものです。ですが貴様、欲に駆られて油断したね。お前はこの星をただ自分のものにしたいだけだ。そのパワーで母星を救う気なんかない。そんなに地球が欲しければ好きにすればいい。でもイチゴだけは差し上げるわけにはいきませんね。あくまでも我に盾つく気か。そうさ、死ね！ち、負けちゃった。いい思いができてラッキーかな。イチゴ。泣いてるの、イチゴ。久しぶり、子猫ちゃん。イチゴは僕のものだ。分かったよ、一人で行くよ。いいこと教えてあげる。騎士。騎士！死んじゃうのだ。任せてくれないか。騎士。僕はイチゴに助けてもらったから、せめてもの償いとして。何をしている、早く脱出しろ。パイ、行こう。騎士一人じゃ無理だ。うん、時間がない、急ごう。タルタル、パイさん。このミューアクアにはまだパワーが残っている。これできっと母性を救ってみせるよ。命を懸けてくれたイチゴのためにも。イチゴ、ありがとう。生きてる、よかった。また地球に戻ろうか。うるさい、もういいんだ、あの子のことは。さあ急ごうぜ。